これもね、箱付きとこれも同時に持ってますから、日産の、フェアレディ Z ですね、Z31 型と言われるやつです。これは日産を代表する顔の一つ、フェアレディ Z は5年1ヶ月ぶりに車で展示されて、83年9月に Z31 型として登場した。83年4月時点で生産総合車は99万台に達し、北米につき5000台から6000台を輸出して成功を収めていた。Z といえども色あせることは避けられず、3代目の開発にあたっては第1級のヨーロッパ製スポーツカーに見切りしない高パ高いパフォーマンスを追求することが必要だった。反ニトロダブルヘッドライトを特徴とするボディは従来通り2シーター 2×2 の2種類が設定された。 Z として初めて生産を採用された V6 エンジンはいずれもターボと組み合わされ、170馬力の3リッター V6、VGU20ET 型と230馬力のハイパワーを超える3リッター V6、VG30ET 型が搭載された。これ前後ともに短い V6 エンジンに作業になって、パッケージングに余裕ができ、フロントオーバーバンクの延長やトラッドの最大化スポーツカーの不可欠なフットワークを大いに貢献した。ダッシュバーの形式は先代をそのまま引き継ぎながら全てに手が加わられて新しく設計されており、欧州仕様では250キロクラブの仲間入りを果たしたんですね。で、84年の8月に先代同様 T-バール副賞が、85年10月に直力の RB20DET 型を搭載したツインカムターボが加わった。で、86年10月に NDI 日産北米デザインセンターでデザインされた大規模的なマイナーチェンジが独され、ガライと印象を変えた。同時に86年2月にデビューしたレパードアルテマと共通する3リッター4カム24バルペイント VGU30DE 型を搭載した 300Z-L が追加されたんですね。で、88年6月に LSD 付きで 50% 平凡対応を設備して、翌89年4月にフルモデルチェンジして、まあ、4代目と、なったというところです。で、これが1983年から89年にね、渡って、まあ、製造された、車です。まあ、なかなかこの手のね、車としても非常によくと、この青いね、灰色のやつを持ってるんですけど、この青もね好きなので、まあ乗って、まあ、持ってるんですが、まあ、なかなかいいですね。こういう風になってまして、それこそよろしくメガトックっていう昔アニメがあったんですが、まあそれにもこの色は違いますけど、このフィアルディ Z がね、当時新車で、出ていてね、でそれを早速こうね、見に行ったというのがね、ありましたけども、まあなかなかこれはかっこいいですね。だ非常にこの当時デザインとしてはかっこよかったんだけど、やっぱ先代がすごく優れていたデザインだったので、まあ、それに比べるとこの Z ってのはちょっと見切りしてしまったんですね。で、それで、当時は、ちょっとこのデザインはちょっとなということで、それで次の、開発へと、まあ、移っていったんですけども、まあ、今見ると、その Z32 型ももちろんかっこいいんですが、この Z31 型も非常にかっこいいね、スポーティーな優秀なデザインではないかなと思います。なかなかこの車もね、非常にこの青いボディの、色合いがよく似合っていて、非常にこう見るものを引きつける、そういった車になっているところがいいなというふうに感じた車です。どうもありがとうございました。